ボーナスマッチ8000。ほら高えこいつ。あ、気持ち悪いこの絵面。なこのゲーム。こんばんは、ドコムスです。今日は筋肉すくい実況プレイやっていこうかなと思います。このゲームね、見ての通り筋肉マッチョをすくうゲームらしいので、まあ、僕にぴったりかなということで、今日は実況していこうかなと思います。みんなでも遊べるらしいですね。操作説明見るか。遊び方、時間内に多くのマッチョを救おう。より高得点のマッチョを狙おう。コンボ数を重ねると獲得できるポイントが増える。ポイが破れるとコンボが取り出しまうので気をつけよう。マッチョを終わりに入れるとポイの耐久値が回復。まあ簡単に言うと金魚すくいのマッチョバージョンですね。レディー。ちょ、気持ち悪いな。おい、浮き輪浮くなよお前。よし、浮き輪マッチョゲット。あ、こいつ高え。こいつ、いや結構むずいな。やべ、破れた。マジ、どうすんのこれ。回復するのないの。ボーナスマッチョ8000。やべ、おっしゃ、双子マッチョ。なに、黒いのいる。こいつ捕まえたい。ボーナスマッチョ捕まえたい。ボーナスマッチョ8000。ほら、なにこれ、こいつ何？何マッチョなの？じゃあ名前教えて。よし、8000。ほら、高えこいつ。怖えこのゲーム。何これ。855ポイント。え、これマッチョの説明ないの？あ、図鑑ある。シャークマッチョ。シャークマッチョはその名の通りサメのような侵略的な特徴を持つマッチョです。このマッチョは救うのが難しい。スピードスイマーマッチョはその名の通り水泳のマスターである。このマッチョはスピードが速く、特にクロールの泳ぎが美しい特徴を持っています。水の中での動きはまさに芸術のようであり、比較的手に入れやすいマッチョ。速いのに捕まえやすいんだね。バカンスマッチョはバカンスを楽しむことを目的としたマッチョで、ごくごく稀にしか出現しません。マッチョはあんまりバカンス楽しまないんや。トレーニング忙しいからね。イチャイチャマッチョ。イチャイチャマッチョは常にくっついている状態であり、もちろんポイントも2倍です。知らんがな。当たり前のように言うな。堕落スピナーマッチョ。その攻撃的で荒々しい性格が特徴で、彼らはかつてマッチョスピナーたちの中でも頂点に立つ存在でしたが、何らかの理由で戦いに敗れ、その成績を残すことなく堕落してしまった存在。堕落した存在なんや。俺には十分ストイックに見えるけど、もう堕落してしまった存在らしい。え、これさ、このマッチョレアって言ってたよね。こいついっぱい捕まえよう。こいつレア高いじゃん、ポイント。シャークマッチョがね、危ないんだよね。新しいマッチョ捕まえたよね。来た。あ、これデイブレードかよ。イチャイチャマッチョ捕まえて、イチャイチャマッチョやっぱ当たり判定でかいから捕まえやすいな。見たことないマッチョ捕まえたい。よし、いいよ。虹色のロゴはいつでも、こいつ捕まえたい。よし、こいついいよ。で、イチャイチャマッチョ多いな。あー、落ちた。なんでこれ、どういうあれで、何、どういうあれで、何、このまま運ぼう。あー、気持ち悪いこの絵面。だこのゲーム。上手くなってるし俺。あ、キュートマッチョ捕まえてる俺。キュートマッチョはその名の通り可愛いものが好きで、同じくらいの可愛らしさを持つ仲間たちとよく群れを作る。中指立てんじゃねえ。セクシーマッチョ。セクシーマッチョはその名の通り自分に自信を持ち、セクシーのゆえに不規則な動きで知られるマッチョです。あと2種捕まえたいね。はい、うまい。うまくなってる。よし。いけ、このまま。ほら、
よっしゃ、全然新キャラじゃない。条件あるっぽいな、これ。設定配信モード入ってんだけどさ、これ切ったらどうなんの。マッチョのマッチョが見えちゃうのかな。みんなで遊びやってみようか。おまかせ入室。誰もやってない、もしかして。さすがにうちの視聴者でもやってないと思うけど、部屋作ってみる。さすがにやってないよね、誰も。初めてだな、こんな募集して出てこないの。一人も来ないの初めてや。部屋 ID コピー。あ、 ID 非表示。公開ルーム。リゾートマッチ欲しい。リゾートマッチ欲しい。来た。お、リゾートマッチ尻が。よしよし、いいよ。オッケー。リゾートマッチ点数高すぎるやろ。よし。やっぱこれ高得点取るほど出んのかな。一人部屋でやったから。ちょ、これさ、どうやって何？ルーム ID 公開 ?24328921321 ですね。で、集まったら解消すのか。なんか消えたんだけど。なんか消えた。まだバグがあるっぽい。すいません、変わりました。24332771 07。めちゃめちゃ ID 長いな。めっちゃ長くない ?AD。ちょっとあの待機時間短いんで、諦めます。勝手に終わっちゃうんで。あ、ゴールデンマッチいる。絶対捕まえたい。絶対捕まえたい。やべ、バグってる、こっから左行けねえよ。お前だけは捕まえる。よし。おら、やった。うわ、高え、こいつ。ゴールデンマッチョはやっぱりな。ゴールデンマッチョはその輝くような存在感と重厚感で知られる希少な存在のマッチョです。このマッチョは重い、読めないを持ち、金箔で美しく装飾されていますが、そのため呼吸が辛いため水から早く上がりがち。肌呼吸が。これ同じ会社やろ。これ同じ会社じゃねえか。こんばんは、ドコムスです。今日はマッチョスピナー実況プレイやっていこうかなと思います。このゲーム、マッチョをゴーシュートするゲームですね。まあ、とりあえずやってみますか。タイプ A。 これ何、キャラクリできんの。なんで性能違うんだ。ポーズで性能が違う。じゃあ俺ダブルバイセップスで、で、ここが、まあ、純白、そうですね。江戸でいこうかな。江戸ダブルバイセップス、猫耳ありでいこうかな。サンタ帽子、鏡餅かな。バトル、いきますか。ゴーシュート。いや、化け物出てきたんだけど、一戦目から。どういうこと、どういうこと。頑張れ。土台が違うよ。固めろーん。いけ。いいよいいよ。おらおら、なになに、うわー、あー、これ真ん中むず。おら、仕上がってるよ。でかすぎて固定しないとまずいよ。大巨筋が歩いてる。大巨筋歩いてるよ。腹筋がいる 6LDK だよ。肩にちっちゃい、何、肩にちっちゃい重機乗せてんのかい。テンション、あ、なるほど、あのテンション超えないように応援すればいいのか。
連打しすぎだ俺。ここでキープすんのか。やっと上がってきたゲーム性が。やばい。マッチョマッチョマッチェスト固めろで何、あー負けたー、つえーこいつ。いや負けたやつの面じゃねえの。もう帰ろう。あスタンダードマッチョ来た。これは勝てるかも。いやこれ最初むず。ゴーシュー。とりあえずこれ左上のメーターをあの吉本のロゴみたいなとこまで上げて、でこのおそらくこのドクロを超えないように応援していくっていうゲーム制だね。そうすると多分マッチョ頑張ってくれるっていう。いいよ固めろんって何蹴れてる。大根おろしたい。しゃあ最初これむずいな。マッチョマッチョマッチスト肩から足が生えてるよ。何肩から足が生えてるよって。いやか壁に助けられてんだこいつ。よっしゃあ。嬉しそう。え再戦とタイトルに戻るしかないんだけど、どういうこと。カタログ。あなるほど、ポイント稼ぐとレイトンの帽子がもらえるんや。マルチプレイやってみるか。ランクマッチョやろ。やべえ、猛者たちが。10位にマルコいるやん。いきなりキングは取れねえだろうが良い。この先消えてるけど絶対言ってるやん。カラシ267とリョンリョンがちょっと強すぎるな。さすがに、さすがにマッチングしねえか。このゲームいくら。1000円でした。結構しました。でも筋肉すくいは400円ぐらいだった。360円みたいな。いやこれガチバトルしたいのにな、強い人と。さすがに寝てるかこの時間。やっぱマッチョのゲームする人この時間寝てそうだもんな。筋肉のために。筋肉のためにこの時間ゲームしてないだろうな。ちょっとマッチョとこの時間が相性悪いな。絶対規則正しいもんね。一番筋肉ダメな時間だもんなここ。あーやっぱダメか。やっぱ筋肉はこの時間筋肉マッチングしないか。あー筋肉マッチングせず。待って、じゃあフリーマッチなら当たる。あーまた部屋や。というわけでマッチョスピナーでした。